フレデリック・リンカーン、ディック・アッシュワースは、アメリカ海軍の軍人。最終階級は中九1945年8月9日に、長崎県長崎市に、原子爆弾を投下した、爆撃機 B-29 ボックスカーに登場し、原子爆弾を担当する将校として、長崎市への登壇を決断したことで知られる。退役直前には、 地中海に展開するアメリカ海軍第六艦隊の副司令官を務めたマサチューセッツ州ベバリー生まれ1918年にマサチューセッツ州ウェナムに移り小学校へ入学する際のテストの結果飛び級で第三学年に入れられたというその後ベバリーハイスクールを4年間で卒業し1928年9月に16歳にして ダートマス大学に入学した。一年間の学生生活の後、兄も学んでいたアナポリスに入学した。1933年6月にアナポリスを卒業、少尉として戦艦ウエストバージニアに配属となった。1936年から1939年にかけてフロリダ州ペンサコーラで飛行訓練を受けた後、上官からアナポリスに戻って、 研究をするようにとの勧めを受け、航空兵器のエンジニアとなるべく3年間の大学院での研究生活を送ることとなる。1942年6月、大学院での研究を終えた後、太平洋艦隊の攻撃機部隊の司令官となり、ソロモン諸島がダルカナル島及び空母ホーネットでの作戦行動を行っている。この間に詳細に昇進している。 1944年6月、アメリカ本土に戻り、バージニア州ダールグレンの海軍試験場に配属となった。その後、1944年11月、マンハッタイ計画に参加することとなる。ニューメキシコ州ロスアラモスに移り、原子爆弾の取り扱い、特に起爆装置の操作についての訓練を受けた。1945年8月6日の広島原爆。 投下作戦の際に、原子爆弾リトルボーイの起爆装置を操作した、ウィリアム・エス・パーソンズ海軍大佐は、この際からの上官である。1945年8月9日、日本への2回目の核攻撃となる作戦に、兵器担当士官として、爆弾投下機 B-29 ボックスカーに、登場し出撃した。第一目標は、 福岡県小倉市であったが、雲の火災による煙により、目標の目視に失敗。第二目標の長崎県長崎市へ向かうこととなった。原子爆弾は目標を目視してからの10日が、厳明されていたからである。しかし、第二目標の長崎市も雲に覆われていた。一方、10日機のボックスカーは、残念量の問題から、爆撃工程は1回しか許されない状況であった。 アッシュワースは、レーダー照準による投下を決断、機長のチャールズ・スウィーニー少佐に投下を流した。結局、命令に反するレーダー照準による爆撃工程に入った後、ボックスカー爆撃手のカーミットビーハンが雲の切れ間から、長崎市街地を目視、原子爆弾ファットマンは投下された。第二次世界大戦の終結後、ウィリアム・エス・パーソンズ大皿と共に、 1946年に行われる予定となった核実験の実験場の選定に携わった。その実験はクロスロード作戦と命名されビキニ干渉で行われた。その後、1952年から1954年の間、アメリカ原子力委員会の軍事利用部門のスタッフを務め、1958年から1960年にかけて、 アメリカ海軍作戦部の原子力部門のスタッフを務めるなど、初期のアメリカ海軍における核戦力整備に関わる要職にあった。1966年に中将に昇格し、アメリカ海軍第六艦隊副司令官に就任した。1968年に退役し、ニューメキシコ州サンタフェで暮らした。このレーダー照準による、 爆弾投下の決断については、レーダー要員のジェイク・ビーザー中尉は、アッシュワースの決断によるものと回想している。一方、機長チャールズ・スウィーニー少佐は、スウィーニーが決断し、アッシュワースに同意を求めたものと回想している。スウィーニーは著書、私は、広島、長崎に原爆を投下した黒田剛役原処防2000年において、海軍中佐に相談した理由は、唯一、 軍部間の調和を求めたためであるとしている。ロスアラモス国立研究所のクロスロード作戦に関する記述を参照。ありがとうございます。